ニュースで人ごとのように聞いていたので、実際本物を見たときに、なんか地獄を見たような、そういう現実的、本当にこういうことが起きるんだなって予想外にびっくりしました。あの日3月11日、私たちは体育館で卒業式をしていました。まさかあんなに大きな地震、津波が来るなんて夢にも思いませんでした。地震直後は、家にいて、そのまま、お父さんにすぐ逃げるぞと言われたので、近くにあった、学校のジャージを、サブバッグに入れてすぐ逃げました。最初その体育館で地震に遭ってから校庭に避難して、そこから雪が降ってて、でとりあえず雪をしのぐために駐輪場に避難して、でそこで待ってる時に母が来てくれて、家に帰って一安心してたところに津波が来ました。なんかその津波が来て、車を大丈夫だったんですけど上げなきゃいけないってなった時に、なんかもうパニック状態で、なんかもうひたすら来ないでっていうのを願ってました。家に帰る途中、サイレンは聞こえていませんでした。七ヶ浜町では毎日お昼に音楽が流れるので、それがちゃんと聞こえているかどうか検証してみました。やはり音はとても小さく、注意して聞かないと何が流れているかわからないくらいの音量でした。震災時、町内の中には放送が聞こえなかったり響いたりして聞こえない地区がありました。それは何で聞こえなかったんですか？そういうところは教えていただいて、できるだけ少なくなるように今までもやってきましたので、これからもそういう努力は続けていこうと思っています。勝負田に住んでいた幸太郎くんとお父さんは地震後すぐに避難しました。幸太郎くんのお父さんになぜすぐに避難したのかインタビューしました。なんでそんなにすぐ津波が来るっていうのを分かったんですか？尋常じゃない揺れがあったのと、あと日頃勝負田地区では年1回かな、津波とかそういったことの避難訓練をしてたんで、その訓練の成果もあったと思うんだけども、やっぱり逃げ目がないということを感じてすぐ避難したんですね。その防災の訓練に子どもたちは参加していましたか？正直言うと、ちっちゃい子どもは参加してたけど、うちの息子とかは出なかったみたいですね。やっぱり恥ずかしさがあるのかな。今までこう取材をしてきた中で、元からしっかりと避難訓練をしてきた人としてこなかった人、それぞれがいて、やっぱその違いが逃げ遅れたか的確な判断ができたかっていう違いだったと思うんですね。その町がその避難訓練の日と定めていた日だと、重要な行事とか重なり、中学生が参加するのはとても難しい時期に避難訓練を行っているので、中学生も町全体で一緒に避難訓練をしていくことが大切なのだと思いました。